もこんにちは、ピアスミス。今回、罪の森が、リニューアルされて追加されたということで遊んでいこうと思います。さあ、マップの色も変わってますわ、これ。いや、でもこの感じね、多分めっちゃサバイバー遠目で透けると思うんだよな。このね、第五人格って背景が薄いとサバイバーの色ってすごい濃くね、表示されるから、背景が、薄ければ薄い色合いなほど、見えやすいんで、めっちゃ透けそうな感じするんですけど、めっちゃ遠くにいる。これ、サバイバーもあれじゃない？新しくなって全然どこからスポンしたかわかんないってなってそうな感じがするし、なんかめちゃめちゃ隠密決められてる。まあ、こういうね、さすがに建物越しとかだと、どうしようもないですね。で、まあ今回ね、新罪の森になって一発目ということで、まあちょっとね、瞬間移動型とかでもいろんな場所を駆け巡るような感じで遊んでいこうかなと思います。なんか一回倒れてる。まあ追ってっか。まあここで袋使ってくれたらうなぎのとこ飛んでってもいいし。はいはいはい。まあ OK。まあこの距離感だったらもう弾使われなくない？一発、赤じゃない。OK！ 一発殴って。あそこ、占い師いるね。はいはいはい。まあでも、袋を使うまでは温存でいいや。まあ使ったら使ってもいいし。あ、これもね、向き変わってるんですよね。前これ、90度、回転した感じであったんだけど、ダメになってました。で、確かこの乗り越えの回数も1回だけ、みたいな感じの制限がついた感じが、があったはず。ガバはガバを呼ぶってね。さあ乗り越え。次の周回で間に合うかな。この赤玉の攻撃が嫌だけど、間に合いそう。袋はなし。オッケー。よし。じゃあ、まあ、とりあえず、オッケー、この辺で多分ね、隠密結構みんなしてたから、回路がそんな回ってないんじゃないかな。で、ここの地下室は、健在と。で、ここのね、窓枠も確か、まあ、前動画にしたんだけど、あー、変わってるね、あそこ、落下したすぐ、下ってわけじゃなくて、ちょっと、歩く必要が、あるようにはなってますね。さあ、ここ捕まえて、ここ回してたのが誰なんだろうな。まあ、ここら辺回してたのが、でも、めちゃめちゃ隠密してたから、多分マジシャン。とかの可能性は高いけど、いいね。でこのさ、建物はマジで強い。サバイバー。まあ、極力ですけど、この小屋からファーストチェイスは追わないことを推奨する。あ、傭兵か。OK。一発これ入るね。まあ、瞬間は温存でいいですよね。マジシャンやってきた。で、このマップ最強サバイバーがいてですね、それがね、確実に踊り子ですね。もうこの、建物にサバイバーが駆け込んできて、もうオルゴールめちゃめちゃ置いてたら、絶対にチェイス伸びるし、まあ、自分が追われたとしても、高低差活かせるし、で、強いし、まあ、そんな感じだし、その踊り子がその強い、落下した後の加速っていうね、固有スキルを持ってるから、それを活かしやすい、まあ、高低差もたくさんあるから、まあ、このマップ最強サバイバーは、まず間違いなく、踊り子、そして、まあ、おもちゃ職人などは、まあ、強いよね、その辺のキャラクター。もう、ジャンプして、多分、上に登るとかも確かできたはずだから、まあ、その辺のキャラクターはかなり強い。まあ、レオの思い出で強いキャラクターはそのまま強いと思いますね。で、まあ、シンプルに曲芸師とかも強いし、で、マップ端がね、とにかく強くて、ダウン位置がすげえ強いのが多い。まあ、このマップ端とかもそうなんだけど、まあ、中央とかはさ、補助がなかったらサバイバーは、OK? ダウン取って、チェイス伸ばすのもかなり難しい場所は多いなっていうイメージはあるんですけど、まあ、その中央とかのチェイス位置がちょっと、きつい場所が多い代わりに、その補助がしやすい。まあ、補助すれば爆伸びしそうっていう感じで、なんか作ってる気がするので、まあ、本当に連携をどれだけサバイバーを取るかっていうのが意識する必要がありますね。だってさ、ここの椅子がなくしたらマジでもう本当にないからね。まあ、この小屋裏とかにもう一個あったりはするんだけど、あ、起き上がった起き上がるんかい。うん、まあ、っていう感じなので、まあ、結構そのカウボーイが活躍できるようなダウン位置が めっちゃあったりとか、その骨董商がいるだけでもうもがかせることができてしまうような、そのもがき位置っていうのは結構あるので、まあ、そういったキャラクターたくさん積まれたらハンターは、まあ、巨大ガキペンチとか振ってもがきがなかなかできにくいような人格にする方がいいんじゃないかなとは、まあ、思いますね。まあ、本当にこういうとこ弱いからな。 OK。 もう女王とかもうこのマップ無双できるぞ。なんか絡めないとサバイバーが本当に、まあ、連携取れんかったら結構サバイバー厳しそうな感じはある。ここの椅子とかついてみようか。でもこことかさ、ここの椅子使い切ったらどうすんのっていうね、感じだからね。結構本当に1個椅子使ったらもう、その周り何にもないです、みたいな。粘着し放題です、みたいな感じで結構、引き分けを勝ちに、勝ちを、負けを引き分けにとかサバイバーはしやすそう。まあ、何回も言ってますけど、っていうのがある。さあ、向こう側上がった。うん。なるほどね。やっぱこの辺、とか、あ、こことか、あー、ラッキー。こことかはあんま変わってないか。ここ前地下だったんだけど、地下の場所もこうじゃなくなって、強い遊具の場所。まあ、基本的に強墓地2つ、このマップね、2階建てのターザンできるロープの飛ばしと、さっきのでかい小屋っていう、
2箇所なんだけど、その2箇所に、まあ、地下があるから、まあ、強ポジシェイスしようと思ったら2分の1で地下みたいな感じの、まあ、ちょっと親切設計にはなってますね。オッケー。よしよしよし、いいぞ。まあ普通にチェイスすれば、まあチェイス長引きすぎみたいなことはまあなんかあんまない気がする。あ、こことかもなんかちょっと変わってんな。ここにハッチがある。オッケー。さあということで、もう一戦、まあどんな感じかね、別のハンター使って遊んでいこうと思います。おお、こんなとこからスポーンするの。ここだったらサバイバー姿見えるんじゃね。あ、いた、今待って、農家目の前いるんだけど。お、開始3秒でも透けてるって、やっぱ透けるなこのマップ。うん、なんかあの固形村のさ、海岸とかすごいサバイバーの姿透けたりとかさするじゃんっていうのがあるから、結構その思ってる以上にハンターに目視されてるっていう目線で、あのサバイバー動いた方がいいですね。もうなんかもう姿ね、もう開始3秒で脳幹だったもんな。ノーマンだったもん、完全に。 OK、 まあ2回引いて入れ替わったと。で今回は、もうマップ中をあの探索しまくって、マップ中でチェイスしようと思ったら誰がいいかなと思ったら、もうこれ以上の敵にいないなと思って、この人にしました。あ、そこ上行き過ぎちゃった。あ、なんか行くかい。でね、このマップね、一番の欠点がちょっとあって、こうとか通る、あ、と通るけど当たらんのかーい。一番の欠点があって、な、常に若干重い。これピン見てもらったら分かると思うんだけど、14、あ、惜しい、14、13とかでさ、めちゃめちゃピンは軽いじゃん。軽いんだけど、多分ね、このマップのエフェクトかなんかの処理が重すぎて、あの前ほどではないよ。あのリニューアル前の罪の森ほどのなんか異常な感覚、フレームレートがなんか低下してますみたいな警告までは来ないけど、なんかちょっとしたもっさり感を感じますね。これ俺 iPad でこれだから、スマホではちょっと前の世代とか使ってる人だったら多分悲鳴上げると思うけど、特にね、この分かる、この川付近がやばいよね。多分動画上ではちょっと伝わりづらいあのラグだと思うんだけど、ちょっともっさりした感じな感じがすごいするね。このもっさりぐらい俺めちゃめちゃ嫌いだわ。なんかね、スマホを操作してみて、俺スマホが嫌いな理由が、ちょっとなんか iPad と比べてなんかもっさりめに感じるんだよね全然。まあ慣れてたら全然そんなことないんだけど、ちょっともっさりめに感じる、あの特有のもっさり感が感じられますね。さあダブルダウン取ってこれとかも姿めちゃめちゃ透けてるからな。うん、もう普通にどこ走ってるかもうめちゃめちゃ分かりやすい。見る強いんじゃないかなこのマップ。遊具使われても、まあ、の、まあ、変身待ちして、あー、うまい、それ変身待ちして、あの、乗られてしまうとちょっとあれだけど、遊具の絡め以外には多分結構強いんじゃないかな。まあ、本当に小屋と遊具以外だったら本当に無類の強さを誇る気がしなくはないけどね。まあ、あとシンプルにあれか、芸者はこの最強だと思うね。うん、結構その蝶々って前からなんだけど、この普通に歩いている状態が飛び上がらなかったとしても、遊具のさ、あの2階とかに蝶々投げて切磋とかできるから、そういったやつも使えばできるし、そのすり抜けもサバイバーが落下したのに合わせとかできたりするから、まあ普通にシンプルに最強ハンターは芸者、まあ女王、まあ高低差があるからちょっとその高低差だけ不安だけど、まあシンプルにまあ確実な一撃与えて希望でダウンっていうのができると、まああたりはかなり強いとは思いますね。で、魔女とかに関しても、暗号機寄せと暗号機守りが多分、めちゃめちゃしやすい気がするんだよ。結構密集してるよね。この辺はもう散らばっても無理だけど。まあ、それ以外の場所だったらかなり、魔女もまあ戦いやすいけど、まあなんか、追尾合いに行きそうだな。なんか2階とかにやられちゃうと。あ、それはちょっと、不安な部分もある。お、乗り越えない？OK？ さあ、ダウン取って、まあ、こうなったらもう、感謝を置いて、とりあえず一等公開士のアイテム、もう一個が、あ、いるな。あれを使わせたい気持ちはありますね。さあ、で、結構暗めな感じ、まあ、マップの雰囲気暗めだけど、まあ、見やすさ的にはなんか、村ほどなんか心配しなくていいと思うな。結構暗いマップだと見にくいかなっていう、あれはあると思うんだけど、そんなこともない気がする。で、あそこがやっぱ地下だね。あそこに地下あんのか。で、こっちが、もう一回連れてってみよう。ここの暗号機。なんかあれ椅子全然なくね、こんなないの。え、あそこの手前のやつの釣らなかったらもうないんだよ。わかりますか、さっき今マップ足の椅子1個使っちゃったから全然ないのよ。あそこの近場のやつ1個しかも選択しなかったから、本当に1個椅子使ったらもうかなり渋めっていうのがかなり多いですね。まあ、マップ足にそれぞれ1個ずつ椅子は用意はされてはいるけどなーみたいな感じがある。あ、これ乗ってたらフラ使えなくね。フラも使えないでよ。フラもじゃない、あーあーやっぱあこの、やっぱ天井あるとちょっと罠投げにくいな、ビル。天井下通られちゃうと、まあ、何箇所かあるね、そういう場所が。ちょっと厳しいかもしれないですね。
さあ感謝を置いて探しに行きますか。これ、まあ、ずっとゴミ台になってるからワンチャン近場で回復しようとしてた説はない。あ、いた。あ、なんかちょっとなんか引っかかってる。ここな、変なくぼみがある。こういうとことかね、ほんとルキノとかもうチェイス相当強そうだけどな。さあそこあ、罠当たらんかったって。オッケー、まあとりあえず、まあ、何はともあれダウンは取って、どうしようかな。この人はとりあえず感謝放置しといて、昆虫学者釣って、で少女をおびき寄せつつっていう感じにしようかな。向こう側もね、あんまりいないんだよな。まあさすがに貫通して見えやすい、貫通透過して見えやすいとは言ったものの、まあこんだけかなり警戒されると見えないとかあるか見えないな。本当に多分2階とかの遊具の2階とかで思いつしてたら、あの一発でバレると思う。それがまあこういうなんかでかい建物の裏とかがまあ安全かなと思うけど、いたねさあ見つけたよ。さあ、あーそっち側ね。ここ結構行く場所たくさんあるんだけど、一回詰まったらかなり詰まるな。あーこれドリフト、ドリフト。さあこのとこ出して、なんかこの辺の木のゴツゴツでどこが通れどこが通れないとかもちゃんと覚えなきゃな。まあランク戦追加される可能性がまだあると言われているのでね。あ、ここにもハッチあるのか。なんかハッチさ、なんか海の、海というかそこの川の中じゃなかった、川の中から川横にちょっと変更入ってるっぽい。なんか若干ハッチの人も変更されてますね。まあハッチの場所とか全部気になる人はね、あのマップのハッチの場所とか、いった感じでマップ情報で全部見れるんで、気になった方はそこから見てみてください。まあ多分この広さだったら3箇所、あ、ここ通らんのかい。3箇所ぐらいかな。前近かった場所とか、あ、その辺にも前湧いてたと思うし。 OK。 さああとは、昆虫ガシャを炙り出すだけ。まあとりあえず向こう側の少女も一回釣って機械使われる前にっていった感じでいいかな。ここここもね、はいはいはい、で登ってアイドル作る。あ、いるね。あ、何起き上がった。待て、オッケー、危ねえ。ギリギリ、はいはい。あ、やっぱね、自分2回いたらめっちゃ見えるな。白黒とかあれなんじゃないかな。もう姿目視して、そのままもう姿見ながらワープとかも結構しやすそうな感じはあるけど、まあ板先倒しがちょっときついかもしれないから、そこら辺はちょっと追い方の癖は必要かも。あー、でもなんかだいぶなんか分析できてきたなあ、やばい、間違えて使っちゃった、最悪。うん、でもだいぶ分析できたんで、まあ本当に気をつけなきゃいけないのはそのサバイバーの補助チェイス、まあ、補助を置けるアイテム系がかなり強いんで、ね、まあ、その辺はハンタメさん警戒が必要ということで、今日もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。